今日はですね、まあ、私の超大先輩の松浦武四郎さんのお話をしました。彼は1日に60キロ歩ける足ですね。紙の足と書いて何と読むか知りませんけど、そういうように言われております。で、実は僕もですね、こんなこと嘘やろと、そんな中歩けんやろと思ってたんですけども、実は40キロ歩いたことあるんです。で、それでね、よう分かりました。とにかく歩くてね、しんどいのは半分ぐらいまでです。で、20キロ超えたらあとはもうスイスイと行くんですよね。スイスイと。で、それ聞いてね、余計まあ松浦さん雲の上の人や思ってたんですけど、あ、俺と同じやと、俺もそんな能力があるやなということを聞いて、余計ますます彼を好きになったというね、そんな感じですね。皆さん歩きましょう。そしてしんどいと思った時にもう一歩そこでパッとこう出ますと、そこから先はバラ色の世界です。